じゃあすみません、はい、X 大会まもなく始めたいと思います、じゃあ、皆さん組み合わせ抽選ですね、こちらの方やっていきたいと思いますので、一旦プレイを、やめてからこちらまでお願いいたします。じゃあですね、本日の、大会14名参加なんですが、まあ、最初シングルトーナメント、三崎シングルトーナメントをやりまして、その後東西戦を予定しております、本日は、ね、豪華ラインナップでお届けしておりますので、ぜひぜひご期待ください。で、ただいまから組み、はい、すいません、ただいまから組み合わせ抽選やっていきたいと思います。参加費お一人様200円になります。呼ばれたらくじ引きと一緒にですね、こちらのカップの中に、200円入れて、くじの方を入れ、なんだろう、引いて番号、あ、名前ちょっと順番が今日あります。遠征の方を、ちょっと分けます。遠征勢同士で一発目、もしくは同郷同士でというのをちょっと避けるための措置で、ちょっとやりたいと思います。あの遠征勢は最初2番か4番か7番か10番、この枠のどこかに入ります。で、秋田つむつむさん、仮面人さん、栄一南光さん、篠本田さん、以上4名がここですね、丸ついてるどっかにこの4名割り振る形になります。一応同郷同士もしくは遠征勢同士で潰し合うという形でですよね。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ遠征の方、分かれます。必ず仙台勢同士と1回戦もしくは、まあ、ちょっと14名トーナメントなんで、ちょっとゼロ回戦が、発生するところ、まあ1回戦シードのところに入る可能性ありますけど一応こんな感じでやっていけるんで、よろしくお願いします。ありがとう。はい、じゃあ組み合わせ抽選、じゃあすいません、遠征の方から、最初にやっていきたいと思います。じゃあちょっと待ってください。ごめんなさい、ちょっとくじ引きがここにあるんで、狭い店内でスタッフもちょっと少ないんでね、ご協力お願いいたします。はい、じゃあ秋田つむつむさんじゃあカップの中に200円払っていただいて、ここから引けってとこから引いて、はい、です。仮面人さん、はい、じゃあすいません、あちらですね、カップの中入れて、ここから引けってところから1枚引いて、で番号私に見せたら引いたらここに入れろってところ、10番はい、H 南光さん、はい、すいません、はい、ですね、そこから1枚引いて、で2番になります。一応やらせなしを、アピールしまして、篠本田さん、はい、今日7番出るはずなんで、7番ですね、はい、じゃあ7番をそのまま、はい、じゃあここからいつもの仙台勢が入る形になっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ領事さん、じゃあいつも通りです。はい、 OK です。12、はい、じゃあベンタさん、力士が続きますけど、ベンタさん、9 8 7 6 5 4 3 2 1
11番え、あ、ふん、おザクチンさん、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 はい、ザキセンさんね、ザキセンさんだよ。14、ザキセンさん終わって、ユッキーさん、はい、ホンダ何人だよホンダ4人、やべえな今日。9番右にホンダが固まりすぎですねやばいですねこれ、右にホンダが固まっております。はい、みのむくん、はい、200円、間違って50円玉入れないでくださいね、注意で間違って50円玉ダメですよ。8番、のびすけ、はい、なんてのびすけなんだしかも S 残儀だななぜか S 残儀。5番、5番、チープンチープンさん、チープンさんが13番、バイソンマン、バイソンマン、はい、6番、すみません、ベガらしいです、はい、ベガだって、ベガです、はい、おっさん、おっさん、はい、おっさん、枠いないとこシードっすね、3番、はい、じゃあ本当本来だったらここで終わりなんですけど、毎回出ないと怒られる天使松屋が最後、じゃあベンダーさん引いてもらっていいですか、1番出るはずです、はい、やらせなしです、こんな感じで、あら、オープニングマッチや、はい、こんな感じです。でもしもです、もしも、もしも、もしも、遅れてくるやつが何人かいるんですよ、仙台で割とルーズな人多いんで、なんで遅れてきたらこことか入っても大丈夫でしょうか。篠本田さん OK、 秋田つむつむさん OK、 遅れて誰か来ちゃった場合、途中参加 OK の場合は大丈夫、はい、じゃあそんな形で、で1回戦終わるまで、誰か来たら入ります、来なかったらその時点で、勝ち抜けになりますんで、よろしくお願いいたします。こんな感じです、いつも緩いルールでやっておりますんで、で一応2先にしようと思うんですけど大丈夫でしょうか、2試合選手制で大丈夫ですか、はい、じゃあ2試合選手制でいきます。
はい、じゃあすいません、お待たせいたしました、申し訳ありません、遅くなりました。はい、あれなんか少なくね少なくね、大丈夫。はい、じゃあただいまより、2018年7月28日土曜日、仙台プレイランド FR スーパーストリートファイター 2X 月例大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、本日シングルトーナメントと、東西戦を予定しておりますのでよろしくお願いします。まずは、シングルトーナメントで、シングルトーナメントは2試合選手制で最初やらせていただきますのでよろしくお願いします。1回負けれますけど、2回負けちゃったらその場で終了となりますので頑張ってください。じゃあ、最初の試合、僕とザキセンさんでやりましょう。筐体は1台進行で、であの配信込みでやってるんで、F1 アカウントからあの Twitch の配信の URL 貼ったんで、こちらからでも見られますんでね、ぜひ拡散の方していただけるとありがたいです。じゃあザキセンさん、なんかザキセンさん変わった気がする髪切ったからはい、じゃあ席好きな方で、はい大丈夫です、どちらでも 1P で、はい、じゃあ僕 2P もありますんでよろしくお願いします。マイク得意な人、はい、で、一緒にできます、2人行けますんで、はい、こんばんは、篠本田です。こんばんは、ベンダです。本田2体の実況、しかも遠征勢に実況をやってもらうという素晴らしい特化というこんな分かるんですけどね、我々 S トークはなかなかどう実況していいのか、でもこの作戦さん結構あの伝統の対戦では実績残している方なので、今回も期待できますね。羽目の精度が上がってきているので、これは一回ハマるといくらして間違ったのも危険です。はい、波動拳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 はできなかったのか、大会でも優勝する気ですからね、今回も空気読まないかもしれないです。そして追い込まれますけれども、このままこれますと追い込まれますね、さあシャートカードできないよということで、これ足払い受けたところちょっと立ち上がりましたね。ラウンド2ファイト、ここで実産が旅に行って溜めました。さああと1回で終わりだよこれ。あーちょっと早かったかな、なんとか脱出したけど、これ今度ピオリーチ寄らないかな、これは前に出ますよ。理由は帰りもほぼゴムゴムですけれども、ここで殴り合い、もううまいこと波動を作るか、最後手にが入った、何しようとしたんだろう理由。というわけでこれ1試合目は、エクストークですかね。そうです。というわけでこれ今作戦さん取ったので、あと品川さんが2本1回勝たない限りはダメという感じですね。これ深谷にもう前に持ってくれるかな、あの品川さんとか確かあれ何ですかね、今夜 FM にも来てくださって今回結構勝ってましたね。このままホーム使い多くなって作戦とかもサブキャラで使ってるですね。ちなみにこれマイク結構遠いんですよ、使ってるからね。なんかあっという間にこれ勝っちゃったよ。松井さんこれストレート勝ちですね。ラウンド1、観光さんとおっさん
お疲れさん。おっさんさんって誰？あの奥で奥のタバコ吸ってる人ですね多分。おっさんさん。つむつむさんは秋田つむつむさんはじゃんけんして場所決めで、のびすけさんとバイソーマンさんじゃんけん終わってんのかな。次の試合、うん、ガムさん DJ ベガ、はい、秋田つむつむさんはあのそのままの通り秋田からいらっしゃる遠征勢ですね。ガムさんはこれあの仙台の常連の方なんで、これがの DJ をよく使って、今日は DJ です。ちょっと封印してしまったんだけども、たまたま枠が空いていたときに非常によく参加できましたね。はい、
てるかわかんないです。配信見てるかもしれないですけどね。配信ではわかんないんですけど、この方チーム何個の T シャツ着てますか。決まっちゃいましたね。いいえ、これありますからね。今はなかなか TV のめくりに対してうまい対処法がないんですかね。ちゃんと上見てましたね。バイソンマンさんじゃんけん終わってんのかな。でその次が僕とゲロシャブさんですね。ゲロシャブさん、ゲロシャブさん、まだあんまりいい実況で呼んでいい名前なのかよくわかんないんですけど、いつもこの名前で出てます。すげえな、俺ちょっと俺殺されるかもしれない。ゲロシャブにやられるかもしれない。どうしよう、俺シャブ本棚になっちゃうかもしれない。シャブ本棚に変えますか、はい、お願いします、お願いします。S 大事ベアなので、おーりゃ、なんでしょうね、名前はあの今違う名前で出てるんですけど、なんで、いやー、やっぱりこれは2回戦がないので、かなり先制してます。
レイリーチですね、バイソンマンです。最後プレベーさんにはやり直したけれども、ただスクリーンも相変わらずチキッとやってますね。おっ、一発で終わりだ。まだこれあるよと思ったら投げられちゃいましたね。はい、勝ったのはバイソンマンペガですね。ゲロシャブガイルです。はい、はい、はい、まあ、毎回これですからね。ゲロシャブガイル、シノホンダさんはその名の通りホンダ使いですね。スタイヤからわざわざ遠征してくださいました。さあ、まずは5時ぐらいの夜行バスの仙台に、ここからずっと仙台で活動してますけど疲れはないんでしょうか。相手はこれ、仙台のゲロシャブガイル、なかなか厳しい相手だけれども、きっとなんとかしてくれる違いないシノホンダ。ガエルが取ってるんですよ。なかなかこのガエルやっぱりスマッシュの仕方がないので、本当の使い方がすごく苦労なんですが、さあ、スマッシュが出たけど、これサマーで対処できた。サマーで対処ね。なんとかこれやりたいところですけどね。そうですね。もう決して押し込んでほしいですね。このぜひぜひ。スマッシュをね、ダンスキックをライバルに入れちゃうと、ガエルがこれ登れないキックとか、裏剣もあるんで、これ裏剣ですね、当たったんだけど、これきついですね。だから本当は、かわいいですね。これですね、これですね、さっき言ってた。あのこれが怖いんで、やっぱり、はいはい、ダイパンだけだとダメなんですよ。なるほど。ジャンプ、中キックとか、あるいはガードとか。そうですね。折り曲げないと、裏転がり、手を食らいまくるってやつですね。名前汚い方のガイルが一歩先。さあ、今度、色が、メンバーと同じといった。色は最高。色があります。色でちょっとなんだろう。力を貸してくれみたいな。ウィンスターゲームみたいな。きっと変わるに違いない。さあ、逆に飛ばすよ。はい。待ってましたね。あるんだけども、なかなかこれガード硬いですね。これ。ああ、これ。やはり強い。追い詰められた足の本だ。しかしまだ1個まだあるよ。あとこれ広島さん大会でたまに引っ張ることありますからね。ぜひそこに行きたいです。そこを狙えばですね、これ勝てるのか。さあ、あーっと、まあ、あのこっちゃんが来てますね。あー、異性のせいですね、今のは。さあ、こっちゃん使いってなんか
強いイメージあるんで。たまに飽きたって。わあ、ボクサーの意味がないから。そうですね。当たんない。裏剣太打ち。スパコミ弱いな。勝ったのは、汚い方のカイド。そしてまたしても本田ですね。あー、はい、ミノム君対ユッキーさんでお願いします。今日の本田3回目ラウンド1ミノム君対ユッキーさん。これは仙台勢同士の対決ですね。
がる。しばらい。ベンダさんですね。誰か喋れる人がいれば、はい、じゃあぜひ、はい、遠征仮面ジンバルログと、仙台のヌシ得意得意得意です。ユッキーさんがちなみにバルログも使うんですけど、大会で当たるとき結構勝率的にはベンダさんの方が勝率的には多いですね。で本人もバルログ得意だって言ってたんで、ただタイプが違うからどうかっていう。違うかっていうところで見極めるのがどのぐらいかかるかっていうところですね。なるほど。アイクロ当たると確定ですね。おいしい角度スピード通してジャンプで避けた時の反発が痛いですね。本当はさあ追い詰められてしまいました。なんとか一本取り取っていけば。ああ鉄強い。相撲取りは尻が強い。ああ内容がしっかりしている。ワンチャンスが欲しいけど厳しい。ということで、シップンさん、シップンさんのベガですね。ラウンド1ファイト。
ただいま調整中ですね。少々お待ちください。すみません、大体店員がやってるんで申し訳ない。もう一人いるとね楽なんですけど、今日はあの一人しかいないと大会上の店員、私機材は触れないので。そうですね、喋ることしかできない。いやもう喋っていただけるだけで。ここに F1 でも F1 バッチないんですよ。さあ試合ですね。試合1回戦範囲はこれは、両日本だとチープンペン。チープンペンが、まあ、中身はいつもの人ですね。そうですね、なんか名前的にはロシアのとか言ってたんですけど、あんまりこれさえ言うとちょっと危険な気にするのでやめてみましょう。おっ、あっさり最初はロシアの方が勝利ですね。そうですね、ワールドカップ知らなかった。しかしやってるのはアメリカだよこれ。先輩芸能士ですけれども、これよく見たら B ブロックっていうか右のブロックが全部ホンダ入ってるっていうすごい感じですよ。左にホンダいません。今のところまた気象いっぱいですけど、玉持ちが左に行ってる分まだホンダにとってはいいですから、ね、こっち玉持ちいないですからね。右の方ガイルぐらいしかいないんですね。まだガイルまだ残念ながら残ってるんですよね。残念ながら勝っちゃった。そうですね、勝った勝った。これは厳しい。うわー埋まってなかった。これはガードできないですよね。ちょっと埋まってなかったですね。色は違うと思います。いつももっと濃い色です、はい、まずはチープンベガ、はい、先生そうですね、戦車のように追いつけて出せなかったり投げたり、はいはい、やりたい方で、うん、また投げた、これ、つけるよ、アメリカ、取られなかった。サバ折りから行けちゃうんですか。さあしかし、サバ折りループもちょっとなかなか見られませんでしたが、まず1本取ったのはチップ、これで1。まあ、日本国民として相撲取りは応援したいところなんですが、よく分かんないですね。第6リードはロシア。さあしかしありますね。あー戻ってきた、おかえりなさい。そうですね、まあ、でも勝ったのは、チープンベガ、はい、おめでとうございます。よくよく考えるとこの方ベガであんまり大会出ないので珍しいですね。今日は遠征勢もいっぱいいるのでメインキャラで。さあ2回戦第1試合でザキセン S オーク対 H 南光さんですね。ここは遠征勢対仙台勢の戦いですね。まあ、ザキセンさんもあの住んでるところは仙台じゃないんですけれども、一応実機的には仙台勢ということで。はい、じゃあそんな感じで、はい、アニコレですね。どっちもネット対戦やる方なので、はい、じゃあ始めてください。これは当たるか、カメラできなかった。ふわっと立ち崩して投げて蹴られてる感じがする。ここなんかはあーでもたまらなかった。
これは最後確定。あっという間にメガが体力リードしちゃう。ただこれフォークも回したら終わりですからね。カク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 しているが、これカウンギリギリできた。ただこれ最後のコパンってやられたら最後じゃなくてスパゾンになった。あ、これ見えなかった。そうですね、ラウンド1ファイト。相変わらずにパクパク反省しているが、おっ、おお、手元から入った。そして敵陣へ、あっ、ピオル。しかし4投げのこれが最大ですかね。突進技に乏しいですからね。はい、ここで1試合取り返したいところなので、不安なとこあったんで、若干少し、はい、戻っていければ全然温まってきてますから、逃げられた。おっ、うまい。そして当たりまくって、これはちょっとかなり難しかったです。なお逃がさない、逃がさない、一回逃げた。あーあーっと、おお、さあ、俺は緊張が見えます。お互いちょっとミスがあった。これコンボ決まってたらもちろんベガの勝ちだったんですけどね。さあ、ちょっと緊張してますね、お互い。まあ、これあの、なかなか実機ではこの対戦ないですからね。お互い1-1で、次が準決勝に上がるのか。普段の大会と違ってお互いの口分かんない同士ですからね。大体僕やってもまた始末屋さんかっていうことが多いですからね。台で思いっきり回して、おお、足の中でガードしきれなかった。今何しようとしたんだろう。さあ、飛び返したよ。はい、ジャズリーチ。さあ、逃げるが追っかける。おっ、今度ははめた。さあ、あと1回。あら、おっ、めくい。なんだ今、お互いこれ大会の緊張ですね。ですね。今どっちがお互いどっちの方向行ったかよく分かってなかった感じでした。ラクセンスウォーク、一回取られてからの巻き返しがすごかったですね。続いて1回戦の第2試合でガム DJ とバイソンマンベガ。これも仙台勢同士の対決ですね。ガムリンゲート、バイソンマンペガ。仙台勢同士の対戦といっても、バイソンマンさん、最近あんまり大会で見かけなかったので、大会で戦うのは久しぶりかもしれない。しかし、さっきちょっと動き見る限りは、よかったですよ。なるほど、コツコツベガの治療をしていた後からいかない。さあ、DJ 体力的には厳しいけれども、おお、ちゃんとサイコを避けてくれました。ちゃんと球を避けてる。多分球よけの精度上がってますね。なるほど、食らってないと思ったら中だった。はい、13人のうち、玉の力2キャラしかいません。そ
そして、本田が4体バイソンマンがやっぱり、バイソンマンメガが取っちゃって1試合目、色を変えたはい、そうですねスタイルと TJ 入ってますからね。それなければどんだけ玉なしのゲームなんだっていうのがあるんですけど来ましたね、なんかやっぱり消えたかもしれないけどさあ、出てきてボンボン決まらず普段と違いますね。また今、謎のアスパーがおっ、さあ、通信が来て、さあ、目がこれ、処理に攻めなくてもいい、弾の処理だけきっちりしていれば、あー、今のは、一番、あんまり大きくなかったこれですね、しかもスタッフの前からもう、振りしょうがない、もっと、手がかりに。逆もはちゃんと見ていた。これめくるよね。よく見えないめくりだった。スパがないけど、まあ、まあまあしょうがない。体力リードがありました。落ち着いてやればこれ DJ かなり有利な組み合わせのはずなので。ですね。めくるよね。ああガードで痛かった。しかしここ決まらない。手がかけてるではない。ああ、振り込んでる。そしてまた、振り込んで、つながってない。何もつながってないけれども、全部食らった。はい。いい位置ですね。まあ、なかなかいい試合だと思います。おっと、また。おっ、順番で落とす。投げ返す。これは表です。さあ、うまいことピンチの得点を詰めてる。まだわかんないよ。さあ、スパコン重ねに使って、わかんない。噛み合っちゃった。いい感じでしたね、今。ここですと、エアサーシャン噛み合って、勝ったのは、バイソン。バイソンマンペナが、これで準決勝ですね。2回戦、第3試合ゲロシャブガイル、ユッキーホンダ。私でもゲロシャブさんはこれホンダですね。そうですね。さあ宿命の対決。さあガイルホンダ、この戦はゲロシャブさん手慣れている感じですからね。これを崩せるかどうかですね。実際は刺さって白熱で重ねるけど、まだこれ使える。初めどっしり考えてるとどうなるか分かんない。おー、アッパー初めは名前が聞こえない。あー、ピョお、本当に突き入ってます。腰ですね。じゃあ、自分でも名前は出さないです。ジャブさん。かなり。じゃあ、そこは縄体を表すということで。ちゃんとの体育の処理がやっぱりできるんですね。そうです。
このガイル開幕で垂直ジャンプダイパーよくしてる今使ってたんですよこれねあの本当のタッチパンの先これあればめちゃくちゃ落とせるんですけどわざわざそこまでするかっていうのこんなくらいですさあ原神しっかりしてる裏クエンの距離が分かってますおっ最近半分以上削ってるけれどもまだ分かんないんですよねこれこれですねちょっと前行かないとこれフォーカーミスしちゃうと難しいのでこうなっちゃったもう前行かないとこれ本当はきついですよおっあっ鬼でもない無双でもないゼロジャブだっちゃったはい、じゃあベンダさんとチープンさん、ああもう完全にこれいつもの決勝ですね。さあ、すいません、あれを俺が食べる。やばい、間に合うか。ワンピーが、ベンダさんが本田で、ズッキーガマが、チープさんの、メガもうよくこれ、組み合わせチープは仙台ではもう割と見るんですがチープさんが大体キャラがいつも違うんでブランカの時もあればガイルの時もありメガの時もあるとまあいう感じでああ痛いやつさあ本田、ズッキー当てるガードさせられるかいいんですけれどねジャンプでかわされた瞬間上から踏まれるめくりからフルコー入るなどなど打ち方によっては、そのまま大惨事になるというところで本田自体もいつも神経を使って頭突きを出しているさあ100さあリードは本田さあうまく位置を入れ替える相打ち、しかし体力、おっとヘッドで当たってまだ残るがむしろ体力はこれで若干ながら出が有利これはもう一丁しっかり投げて若干さあこれで 1-1 さあリクエストが今一瞬パッて出すかそのまま出すかって読み合いだったんですかねちょっと今のは難しいとこ、わー痛いしかし壁は間に合ってなかったかズッキが今度は当たるそしてまずいダービーを打って大一をそのまま安定選んで端から危ないぞあるぞヘップレズッキは百裂をしていたさあ壮絶な殴り合いまず制したのはワンピーベンダホンダしゃべる人が僕しかいなくなってしまったさあ、これはジャンプ見て返すこれは大一丁ですねからの攻め最高、しかし目の前だったので反応できたさあ、高め当てから大一丁さあ、夏場所千秋楽に抜けて駒を進めていく本田今日4人いますこんな4人いますけど、残ってもベンダさんだったですね
ジョージさん、ユッキーさん、キノさん、さあ、相撲取りの日本の国技は連打さんに任されてるんです。確率さあ、からのうわっ、おいちょ、そこで打ってた。まだ残る、どうだ。さあ、わかんないぞ、時間はたっぷり。さあ、最後はそのナチュラルに振り切りが決まって勝ったのはベンダイドモンド本田。いやー、いい勝負。じゃあ準決勝いきましょうか。ザクセンさんとバイソンマンでお願いします。第1試合で作戦勝負と、バイパーマンの面、いきなり出たか。さあ、3発入って、あと羽根ができた。なんかでも1個見る組み合わせが多くなってきました。さっきさっきのはベガだったんですけど、ベガです。はい。ベガも地味に多い。2人3人ですよね。ベガ。いや、3体ですね。そうですね。ベガも地味に多かった。今残ってるのはバイソン。冷静にガードしてました。うわー、そこ突っちゃった。ピンポイントで回してますね。1試合目は作戦、作戦さんはこの回しの精度が大体決まってます。回しの精度は確実に高くなってるんですね。ここは飛んで、カジニオンセーターが逃げる。ベガ再びカジニオンセーター、今度はリバサで吸っちゃった。最後で、うわぁ、シューピる。今度はベガが翻弄している。今のところパーフェクトペース、いい気してて、最後当たる。パーフェクトが100%、1-1ですから。さあ、この試合は命中率 100% でバイソンマン取り返してる。わかんないですね、これも。わかんないですね。ラウンド1ファイト。確実に手技を使って翻弄するバイソンマンベガだな。かなり打ち抜けないんですよね、ベガは。ベガも素早く終わりますからね。1回は逃げれる。おお、逆に引き当たった。さあ、これは吸いますね。ちゃんと仕事をしてるか。ここでは吸えない距離だ。さあ、蹴りで牽制するバイソンマンベガだが、うまいこと前に入って最後中足。エラーにマチュラーを走りに行って、さあ、これでお互いリーチ。はい、相変わらず治療の蹴りで牽制するベガ。そして下がったところで牽制して、ここで恐竜が入った。大体して絡めたところで最後が入って、もう組み合い出た。
空中で捕まえたが、これはまだ失礼よ。さあ一回これ見てで使います。横手の体力、もうちゃんと捕獲連打が早い。捕獲連打相変わらず早い。まだあるよ、奥。あー、これ、ついちゃった。あー、良かった。そこで、落ちる。やったのはバイソンマン。ギリギリでした。そしてあ、僕とゲロシャブさんだけど、ゲロシャブさんまたホンダですね、これ3回連続ホンダ、前代未聞の。さあ、僕の敵を撃ってください。第2本が第2本が有利と言われるんですけれども、まあ、地元勢同士なので、まあ、入ってくると思います。シャブが、そうですね、名前がちょっとあまり綺麗ではないので、シャブさんで言うと非常に危ない名前ですけれども、なんか危ないふりやってるようなやつに聞こえますけど、決勝行きましょう。じゃあ、シャブガイルとバイソンマン。ラウンド分かんないですけどね。
をちゃんと下げてるかな。おお、まだ出っ放しまくってる。はい、ね、そう、ガイルの必殺技が疲れまくったところに全部カウンターを当ててしっかり取ってましたね。色変わった。薬がなくなっちゃった。さっきの本田戦で使いすぎちゃった。本田3体でシャムキレになりましたね。本田の叩きを、おスライディングも入った。おっ、おなんかやっぱ切れてるよ。サブバイソンマンさんのメガネの精度がかなり上がってるんですよ。あの多分本職のバイソンよりもこっちの方が上手くなってるんじゃないかっていうぐらい。で我慢でいいんじゃないですか、欲しいから。一方的にこのまま取っちゃうのか。今2本目はダイエル直してますね。わー、これだ。全問正解する。全問正解パーフェクト。わかんない。さすがに全問正解ふざけんな。そうだ。さあ、組止めて、一応国の川1枚つながったらシャルワイル。あーっと、アイユジョッキーの出が。このソニックも出かかり、あーってやっちゃった。さあ、待って取る。決めますよね。そして見えない。しっかり。またどっかでシャブ使ったんですかね、この人。取り戻してますよ。どっから補給したんでしょう。裏ルートが。さあ、何でやっても。ラウンド1、ファイト。さあ、今度はでも、ベガがちゃんと、大きい曲げる。中央から曲げてる。足の長さを使って、ちゃんと相打ち取りに来てるよ。強気だな。おさあ、ペガハモン、おー、気持ち追い詰めましたね。おどこ調子に行きますか。さあ、これはちゃんとお釣りを入れる。デクリンはスパトンがあるけれどもちゃんと当たって、当てどころがいい。あーさっきもこれ見たよ。アリを詰めてソニックの対象が問題だった。どっちだ、バンソンまで優勝するのがシャブ勢、補給で優勝か。さあシャブ勢が優勝するのか。これ一人しかいないけど、ちゃんと投げ返した。あゆちオッケー、ベガ、おお、膝の先っぽが当たる。そしてこれガードオッケー、あーやっぱりシャブ切れてた。我慢できなかった。シャブ切れると我慢ができなくなる。さあベガなのにバイソンマン優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。ラッシュバイソンマン本職とはちょっと手を渡しなくて、本職ですね。もうベガマンにしましょう。ベガマンということで、じゃあ、ルーシングル大会のオーバーコレディって終了。じゃあ次東大戦いきましょう。東大戦のチームアメリカですが、特に問題なければ左手切りやりますか。あ、で、俺の代わりにハンジモンさん入ります。はい、ね、大丈夫です。あとバブーさん、バブーさん来たんで、バブーさんもせっかくだから、バブーさんせっかくだから、どっか、バブーさんどこ行った。バブーさんどっか行った。あ、バブーさん入れてです。で、どうしようかな。僕が入れてハンジモンさんここ入って、で、バブーさん入れた方が有利になったんですよね。1人プラスか。あ、でも俺が入ればいいです。じゃあ俺とバゴンさんが両方ポチッと入って、そんな感じでやりましょう。じゃあちょっと待ってください。
あ、時間がない。あー、そうなんだ、わかりました。え、了解です。キャラ自由でいいと思います。ただ基本勝ち抜けなんで、1回選んだキャラは死ぬまで使ってもらう形で。はい、じゃあすいません、お待たせしました。チーム分けこんな感じですね。右、トーナメント表左組対トーナメント表右組です。で、どっちが 1P でいこうかな。じゃあそうですね、 2P で。じゃあ、シノホンダさんたちが 1P でですね。はい、じゃあ今から言う人たちはワンピー側こちらにそのまま残ってください。シノホンダ、ゲロシャブ、ミノムくん、ユッキー、仮面人、ベンダ、リョウジ、チープン、以上、何名だ、 1,2,3,4,5,6,7,8 名、ワンピー側です。こちらでそのまま大丈夫です。で、ツーピー側に、今から、言う人たちはツーピー側、向こう側の方に陣取ってください。始末屋、まあ、あとで入ります。ザキセン、H 南光、オッサン、秋田つむつむ、ガム、のび太、バイソンマン、マンジマル。という感じですね。1P がシノホンダ、ゲロシャブ、ミノムくん、ユッキー、仮面人、ベンダ、リョウジ、リョウジ、チープン。で、2P 側、ザキセン、H 南光、オッサン、秋田つむつむ、ガム、のび太、のびすけ、バイソンマン、マンジマル。以上です。はい、では、ちょっと待ってね。一人一人ごとに名前入れる、名前ちょっと非常に入力は大変なので、1P、2P で省略させ、あ、東にしかね。1P を東チーム、2P を西チームとします。はい、すいませんね。ちょっとバゴンさんと僕どっちに入るかちょっとやってる最中に決まると思いますので申し訳ありません。で、あれか、シノホンダさんがちょっと時間危ういということで最初に出るということで大丈夫ですね。はい、では、はい、じゃあ始めてください。よろしくお願いいたします。順番は見てそのまま後出していいです。はい、後出しで大丈夫です。あ、すいません、ありがとうございます。で、マジモンさんはワンピーガー、スピーガーなんで向こうです。いや、2P 側、あ、まだ決まってなかったかな。2P 側、はい、誰出るか仲良く決めましょう。シノホンダやたしで、ザキセン、H ナンコ、オッサン、アキタツムツム、ガム、ノビスケ、バイソンマン、マンチマル。はい、です。まあ、可能性ありかもしれないですよ、これ。そうですね、ホンダですよ、ワンピー。シノホンダさんは仕方がない、時間が減りやがる。仕方ないですね。そうですね。あ、ザキセンさんかな。ザキセンさんですね、最初。まあ、さっき活躍、ウルトラメントを活躍したザキセンさん。ホンダホンダベストオーク。そしてバロンさんはどこに行っちゃったの。見ないですね。見ないです。じゃあちょっと実況お願いします。違ってます。さあ、オークとホンダ、これエプソークだったらかなりホンダが有利な組み合わせだけど、エプソークですからね。このタマリコマンの連打のフォーク強い。連打の前にとユスキやタリンでは全部止められてしまう。ダイヤシなり中足なりを差し込めるかどうかだな。差し込んでましたね。お、チーム戦だけに拍手が湧き上がっている。これチーム戦の醍醐味ですね。さあ、高かった。これは続きが確定ですね。
足の重さまだ時間あるから焦らなくて大丈夫ですよ。ゆっくり全員通しても大丈夫ですよ。おっ、ちゃんと上を見ていた。これはもう全て持ってる。さあ、こうなると本田待てます。フォークもしゃがみ込まで連打するだけだとどうしようもない。あー、刺さっちゃった。殺しに行った。さあ、1試合目は篠本田さん。2人目はあら、おっちゃんのエスペン、露骨な感じですね。まあ、この方はもともとエスペンを使いますからね。確かに、いかにも不利ではあるのかもしれないけど、このかぶせ、露骨な感じがひどい。しかもこっち、こんな言いますからね。このエスペンがどれだけやってるのか。かわした。これ、ついにとにかく勝利も早いし、波動も早い。じゃあすいません、ちょっと追加情報です。2P がバゴンさん入ります。はい、2P がバゴン、1P が私が入ります。これで2人で9対9で入ります。いいですね。よろしくお願いします。じゃあ 1P 側は1人目の篠本さんで、 2P 側は2人目のおっさんですね。おお、ちゃんと殺しに来ましたね。やばいですよ。かぶせて出た剣がまさか逆のプレッシャーです。負けたらちょっと怖いという感じのプレッシャーがあります。おっ、おっ、ちゃんと追かけた。さあ、こんな通常はで画像のタイアップ上がった。そして勝利で返せない。さあ、一回追っ払ったけど、まだこれはこんな全然ありますよ。だけどまだ大丈夫、まだ大丈夫。あー、3回目ずつ今。あー、早かった。ジャクジャク勝ったのはおっさんSK。篠本田さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、遠征勢の篠本田さん、夜行バスがあるということで入られましたけど、じゃあ、ワンピーカーは、かぶせていっちゃってください。おっ、いきなりこの人が来た。何使うんでしょう。キャラは自由ですが、一回決めたキャラは死ぬまで、そのままで、自分がやられるまで。おお、グランカ。この方の名前何でしたっけ。チープンさん、ロシアでしたね。ロシアだけど今回ブラジル。グランカはしょっちゅう大会で使ってますからね。優勝経験もある方なので、早いですね。一瞬段階やな。おっ、なんだ、謎の大勝利だった。お前にはシャーミチューピート。おお、その先でダウンした。ここからさらに攻撃するかと思ったらちゃんと上を見ている。あとこれ変なことしなければね、なかなか負けないんだけど、こういう変なことをしちゃったんだよね。こういうそばから、こういう変なこと。ああ、これ厳しい。いや、めんだからって言ったんですよ。厳しいお叱り入りましたね。最強流ですからね。多分削り切れないでしょ。あれは削り切れないと思いますからね。一応バゴンさん使う場合は言ってください。すでに、まあ、ただ的にはこれ勝手の部類に入るんだろうけれども、プーチンさんのグランカですから、今のところ CJ 勝手対応。なかなかこの低めも見てるし、真正面も見ている、完璧対応でしたね。でたまにエアスラオウチュ、このスタイル、これだけで十分ですよね。しかし痛いことを聞いてます。結局的にはブランチが勝ってるけれども、ま
だまだ神々ですね。上は当たってないです。トップは一発だったんです。ちょっと浅かったですね。あめくりだった。あるぞ。これは噛み殺した。切り返しを下たみしてたところ、あのレバーが諦めてたら、まあ、はい、気合いの連打がどうかですね。ちゃんと連打してましたね。さあ、相打ちオッケーのブランカー。おっ、ちゃんとこれも噛みます。さあ、瞳がうまくいくとこうなる。おっ、噛み放題。このバイオハザードでしょう。れる勝ったのは、チープ、チープですね。お、優勝者来た。優勝者バイソンマン。おう、バイソンマンだけど今度はガイル。バイソンマンガイル大丈夫ですか。結局バイソン使う気なし。バイソンマン、これはあの優勝したベガデっていうその期待感で今出たベガはやりきった感じがある。やりきった、面白くなりきったと。この組み合わせ、なかなか面白い組み合わせですけどね。ブランカ的にも幅持ち良いとしてはこれ悪くない組み合わせ。いかせんカムキャラなんてたまたまってない時に上に行くです。雑巾掛けが入ればブランカ勝てるんだが、入った。雑巾掛けが入る。まあ、だいぶ雑巾掛け来るの分かってますからね。ハチショーキックで牽制したりとか、ですね、そこに飛んだりとかしてどうなるかってことですね。さあ、2試合目はこれでブラックが置いてる。お、あー、使っちゃった。うわ、戻ってきた。 お帰りなさい。まあ、戻ってお帰りなさいからの神が。そうですね、うまかった。腹が減ってたんでしょうね。お腹の空いてるフランカー連勝。さあ 2P 側何人だ。 1,2,3,4,5 人しかいません。バゴンさん入れて5人。バッチ誰が。バゴンさん使う場合呼んでくださいね。こっちですぐに呼び出せるんで、バゴンさんを使う場合は呼んでください。バゴンさん多分龍なんで。そう、僕はこの方は何人ノリスケですか。うわ、そうです、ノリスケさん。そう、あのアンドレさんが早い。あとは S ザクじゃなくて本職の S ザクですね。色は青だと黄色を使ってるはずです。さあ、残念、この組み合わせなかなかきついかなとします。配信ではすいません、6人になってましたが、前の試合カウント忘れてたんで、現状今スピーが5人ですけど、はい、おー、イバサのスキル入った入った。チープさん、完璧的ですね。完璧的ですね。ちょっと返さないとこの後響きます。まだワンピーマンと8人で後ろのサッカーの汚いのまでがまだかなと退屈してますから。暇そうですね。返して、おお、強気だな。スキルで終わるまで、危ないけれども、危ないです。よく見てる、上を見てましたね。あんまりいつでしたっけ。早いですね。早いですよね。1だか3だか忘れましたけど、確かに超早い。かなり早いので、まあ相打ちでも OK なぐらい強気できますよね。でもローリングにガードされてもブランコは全然止まらないです。そうですね、まあ、ダンクバーからしたらもう面倒くさいですよね。面倒くさいですね。あー、またお、あー、止まるか、殺す、うわー、あら、あー、捨てない。ダンクプレーなかなか辛いな。こっからまたダイパン待ってるし、投げ抜いて何とかしたかったけど足がないがさ、待ってる。さあ、危ないですよ。勝ったのはブーチ、フランカー。さあ、こ
これなんか 2B の流れ的にバゴンさんそのまま使わないで気づいたら大将で出てもらうっていう流れがちょっと危険ですねこれ。なんか東西戦なんだけどこれプーチンさんと国的になってきてますよ。あの相談するけあの 2B が相談してる気配がないんですよ。出たい人から出ようみたいなスタンスがちょっと見えるんですよ。あ、それもありでしょう。しかし、あっという間に個人のグランダーさっきの大会には、ね、時間がなくて間に合わなかったんですけど、ここはやっぱり大会出られなかった分、仕事をしてほしいところ。しかし、グランダーが絡みつくんですよね。さあ、何回も噛む。最後、カラッカラッカラッ。おっ、うわー、上りベルが強かった。さあ、見てた、なんと上ベルだ。さあ、切り返してラウンド3ファイト。これカエル止めないときついですよ。あー、立ち寄って、しかし見てからすぐ飛んでます。ダメがないところでちゃんと飛んでますからね。ですね、うわー、きつい。ダメと先行って今から、ここでネタを出してくる。あっさり。さあ、ロシアの偉い人止まりません。さあ、本当に組手状態になっちゃいました。やばいですね、これ。このまま終了の流れが見えてきた。バゴンさん、今 2P 側なんですけど、あ、なんか、バゴンさん 2P 側で今割とカメラ押されてます。あと残ってるのは、はい、バゴンさんと H 観光さん。マッチナルさんが今やられちゃってて、H 観光さんとか北津久保さんとバゴンさんだけ早いです。2人目です。はい、早いです、早いです。なかなか厳しい。さあ、エイチナンコウさん、色がなんかお互い暗いですね。メガドラゴン、まあ、ローリングガードを先に止めてしまうと、あー、最後に負け、はい、あんまり浮かずに出ないですよ。ロシアも普通じゃないですか。ロシアやばいです、やばいですね。これも終わる流れが若干あります。あと、ガラー的にはこのまま何使うかわかんないですけど、クリューですけど、リューかベマなんですね、はい、あらー、厳しい。さあ、ベストガチ、これはまずい。さあ、あと2人かな、どっちが出るんだ。あ、これはチーム長野が来た。さあ、中野勢、今のが H 南光さんで、次が秋田進さん。これはもしかしてバゴンさん大将の流れ。大将ですね、大将ですね。あの、完全に出たい人から出ようっていう形になって、一応バゴンさん入りますよっては言ってたんですけど、あの、完全に出たい人から行って気づいたら人がいなくなってたっていう。まあ、これすでに交代戦なんだかなんだかよくわかんない。秋田進さん、龍ですね、龍ですね。この方、龍も使うので、これは、うわぁ、裏が中 P、 裏回りしたところに、なんかもうすでにバゴンさん中 P 入っちゃいましたね。これは危ない流れだった。バゴンさんが頑張ってる。まあ、基本的にはこれかなり優雅優雅な組み合わせですけれども、このプーチンさん、人間性能がありますから、ね、ちょっとでも、この流れ想像できませんでしたね、僕。いや、早いんですよ、プーチンさん出ない。はい、そしてバゴンさん6人、いや、ちょっと待ってください、まだやってますよ。だから、秋田つぶさん頑張ってますから。まだわかんないよ。そうですよ。あー、しかしこれ、あー、ガードもできない体力になりました。あー、きつい。バゴンさん6人抜けばいいんですよねって、あの、言ってましたけど、正確には8人です。簡単に言うけれども、6人抜けば良い、これが難しい。そうですね、まあ、とはいえバゴンさんですからね。さあ、僕らのバゴンがやってきた。店長来たよ。店長来ました。いや、でも辛いよこれ。ユーグランダ、さあ、全てのプレッシャーがバゴンさんにかかる。だってこの後、万が一に、万が一にというか、全然この組み合わせあるんですけど、はい、あの、勝ったら下手するとこれベンダさんが喜んで入っていく未来まで見えますからね。ユーダーっつって。
勝ったと思ってますけど、やりたいですよね。やりたいですから、バボンズやりたい人いっぱいいますから。バボンズ見てになるのか、それともプーチンさんが決めてしまうのか。残念ながらこのボトで強いんですよ。強いですね。一応バーサス東海戦でも何回か出たことがあるということなんで。そうですね。裏から上は落ちなかったが、うわー、投げこすりが早かった。ここは経験でもこすりました。バーボーンが1本選手を、バーサス東大戦といえばこう私のバーサス行ったりするとバーボーンさんの名前よく出たりしますから。そうですね、バーボーン気持ちある時にあの行ったらたまにやってたみたいな、そんな感じだったんですよ。なお、ルールです。あ、しかし今度はブランカペースです。しっかり上で出ていくが、若干引き手が引き手まで押していく。負けたのはブランカ、ダイボスを食う。まだ分からない、うわー、さあリーチ、さあこのまま終わってしまうのか。そうだ、おー、10番、おー、10番だ、上が通る。しかし、今の勝利、相打ち、さあ裏にはいかない、変な技、10番使っちゃったのみたい。うわー、つながんないけど、もうある、あるぞ、まだ終わんないよ、重ねて、あ、お互い、上が通る。あ、なんか角を打ったところになんてことだ、東西線なのか、これはただのチープン組手になってしまいました、うん、エキシビジョンあるんですかね、これ。ワンピー側やってない人、チープンさんにそのままどんどん行っちゃっていいんじゃないですか。もう用事があって帰った白本田さんぐらいなんかもったいないんで、ない。はい、じゃあワンピー側でやってない人もう入っちゃってください、はい、せっかくなんで。組手状態です。誰がこのブランカを止めるのか。まず入ったのは用事さん、キャラはやっぱりあれですかね、本田ですよね。そして S 本田、チープスキが、はい、これ組み合わせ的には日本とはどうなんだろう。今回だとかなり本田の方が有利な組み合わせがあるんですけど、さあ東大戦自体は切り合い、ワンピー側と、勝利という結果に終わってしまいました。ただいまちょっとあまりにも、ワンピー側で待ってた人たちがちょっと、まあ、そうですね、浮かばれないということで、ワンピー側で残ってた人たちが今あの代わりに入る形のエキシビションマッチになってます、はい、そして2本は本田が取った。さあお互いマジマジで警戒し合ってるが、一気にブランカが近づいている。ブランカもどっかで近づかないとどうでもないですから。さあここで絡んで、さあチューチューローリング入ったが、ここは失敗。まあ本田もまだこれいけますね。この削りがチームに失敗。まだ40秒あるんで、本田もチームに削っていけばいいんだけれども、こうやって一回めくられちゃうとちょっと厳しいですね。ラウンド3、ファイト。さあ、お互い小技をケツケツやって今入れ替わった。バンクセーマンで食らったボールで返しづらい。今度はちゃんとケツケツに返した。的にはブランカが有利だな。こう一段入って3発で入った。これサイドに勝って、さあ削りに使う。あと本田は変なことしなければブランカの攻めを、変なことを、おっとちゃんとカードしきった。ちゃんと揺り逃してくれない。上が4回ぐらい通っちゃった。上が4回ぐらい通っちゃった。待ってれば頭突きだったのかもしれないが、完全に読み合いですね。チープン組手はまだ続く、まだ組手状態やってないと言ってください。さあ、ゲロシム、ミコム君、ユッキー、仮面人、ベンダ、チープン、あ、チープンはやってるんですね。はい、やってます。あと5人で、もう行っちゃってください。ラウンド1
さあ遠征勢のカメリーさん、さっきバルオグ使ってましたけど今度は S バイソン、レアキャラです。レアキャラだが、このレアキャラだけに分からん投手をできれば、このストレート強いですね、こけますからね。さあしかし強いですね。別にあの夜行バスに乗らないといけない理由もないんですけど、はい、そうですね。ああ、バイソンきつい。ああ、これめくるよ。めくりが早かったから。ああ、ここはもうここは鉄板。担当ポチポチからのめくりで絡みに行きましたね、バイソン。もうここ、ああ、見事だ。助けて。おっ、よしくって、ポンポミスだけど、ちょっと掴んできた。おっ、あるよ、まだある。あっ、これ落とす、あー、しまない。これがプレッシャー、本当に全然まだ続く。これ何でしょう、スーピー側に10、10、6、8、まあ10連勝ぐらいしてるかな。そうですね、あら、ここで、シャブ、サブリュー、今度はリュウだ。今日はもうガイル見れません。配信上ガイルはなし。はい、こうやって戦ったよ的な、なんか顔をしてました。俺が、はい、見せてやる、俺が見せてやる的な、なんかそんな顔します。さっきもやったからって言ってたんですけど、はい、まあ、キャラ的にもリュウの方がブラザーが楽だから、こうなっちゃった。苦笑いしてる。あ、でも楽しそうです。シャブが足りてないです。自分はシャブが足りてない。めくりそうに難しいですよね、あれ。ビオーラなかったか、勝勝竜とかそういうので良かったかもしれないですけど、まあ、あの時間の判断は難しい。止まっちゃった。飛びを通せない。飛びが落ちない。完全に遊ばれましたね。やりたい放題。どうすんの、はい、ミノム君、ユッキー、ベンタさんでしかいないです。一応俺を入れていいものかなんですけど。いいです。今度はミノム君ですか。そうですね、僕出てもいいですけど、僕も先々月にやられてるんで。僕も先々月にボッコボコされてるんで。そうは言ってもこれ誰かが勝たないと、誰か勝たないと、今日勝った人最強でいいと思います。ごめん、勝ったもん勝ち、勝ったもん勝ち、最後の勝った人優勝みたいな、まあ、別にそういうニュアンスじゃないですけど、それこそ面白いこと言ってる。あれか、これやっぱり痛い。敵をガイドしちゃうときついですね。なんかこの変な雰囲気に飲み込まれてきてしまってるような気がする。ミノム君は最後、安定の強さを生かしてフランカを落ち込んでいる。ここは1本取りたいです。確かに1本強気に当ててます。足がないから上回りは見ている。お、中盤いっぱいでも、しかしよく見ている。中継の勝ち。あ、これは勝利ですよね。からのめくり、あー、めくり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。惜しかった。キャビが美味しかった。と最後は食べていく。で、ユッキーさんか俺、先に、あの、先に俺をやらしたいんだったら俺でもいいです。どっちでもいいです。ユッキーさんが行く。ユッキーさんが行く。実況勢が残ってしまった。ホンダだ。さあ、ホンダ。ユッキーホンダ。あれ、
これあれですよ、下手すると俺もこれ勝って次ベンダさんとやりたいんだ的なニュアンスがこれ次我々のどちらが行ってそうですね、やはり仙台は相撲取りがという流れになるのか。落ちないジャンプ、ジャンプ好きじゃないですか。あのジャンプ、逆パンチは反対が強いので、はい、かなり引きつけないと。めくり、やばい、やばいですね、プーチンさん。あ、言っちゃったよ、シープンさん。ローリング、ローリング発生早いですからね。あゆち、あっとこれはさあ、あるぞ、ローリング、あ、突き出ない、あっ、突き、ここに返して、おー、いっちょ、おー、さあ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 、止めるのは本当なのか。さあ、間違って名前を言っちゃったからちょっと焦ってるのか。大丈夫です、そんなことない。あっ、怖いですね、今ちゃんと確認する場所が分かっている。ちょっと残影剣投げっていうガロー2のあれを思い出します。ガロー2あまりにも古すぎても全体がバレる。もう一丁、さあしっかりローリング、さあ筋に入って削る、筋突き、本当は待てる状況ですよ。さあリーチ、おーっ、おー、止めたのは本当だった。ここでユッキーさんがシープンさん倒して勝利。これさすがにベンダさんじゃないですか。松屋さんどうですか。これ俺ベンダさん寒くないですか。だってもう選んでもらっていいのに。ユッケさんどっちやりたいですか。俺とベンダさん、僕とベンダさん、どっちがどっちがどっちやりたいですか。だよねー、だよねー、だと思った。なんかユッキーさんはベンダさんとぶつかり稽古したいんですよね。わかるわかる。そしてマイクは僕しかいなくなってしまいました。はい、じゃあ行っちゃってください。割と名物ですねこれも。あ、ちなみに今更ちょっと言うの遅いかもしれないけど、空いてる台は体験して OK です。あの終わった人の、申し訳ない、言うの遅かった。さあ100巻、さあ大会では2先でしたが、ここでは一発勝負です。本日今日この2人は当たっていません。そうですね、当たってないですね。そう思ったけど当たってる、当たってるじゃないですか。当たってます、当たってないや、当たってないです。さあ今日はどっちが強いのか。結構この2人の当たり方としてはどっちもどっちって感じなんで、キャラの完成度としてはなんかベンダさんってイメージあるんですけど、同キャラ戦だと割とユッキーさんかなり取ってるイメージあるんで、さあこれはどうなるか。さあ動けない、はっけおい、見合って、はっけおい、さあ最後は来たところ、ジャクズスキー、時間もあったのであれしか見てなかったと。さあこれで優勝、優勝じゃねえや、リーチをかけたのは、ベンダホンダ。さあ技を空振った瞬間だったのでちょっとズッキが遅れてしまう。ズッキ、ズッキ当たるからの正面、ここは100列で削って、そして見合って見合って、あっけおい、思った、見合って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 、どすこい、見合って見合って、どすこい、もう見合って見合ってとどすこいしか言わなくて今である。さあお見合いが続く、残り10秒、どっちだこれ、分かんないぞこれ、分かりませんよ、どっちも自分が勝ってる判断、どっち、あーっと、してどっちだ、あーっと、タイムはこれ X の引き分けはどっちにも入らないので、まあこれで引き続きです。じゃあどっちも勝ってる判断というか、まあ俺は負けてない判断、どっちも正解でした。これ負けた方がマジで悲しみを生むとこでしたけど、さあ相打ち、
なんだこのいい勝負、どすこい、どすこい、当たる、あははは、どすこい、しかし返していく、どすこいにはどすこい、どすこい、当たる、うわー、ゆち、どっちだ、さあ、どすこいか、どすこい、どすこいか、どどすこいか、いろいろあります。おっフェイント、しかしさあ、あーっと頭突き当たる、さあ千秋楽、勝った方が、勝った方が優勝まである。さあ本日の千秋楽開幕の読み合いは雪ホタ開幕、うわーうわー、千秋楽残るが炸裂で削る。さあということで勝ったのは雪ホタ。俺やる、やりますか、じゃあやります、せっかくなんで、じゃあゆきさんお願いします。ケンタさん、じゃあちょっと申し訳ないです、最後に、はい、さあもう東西戦なんだかなんだかよく分かんないですけれども、最終試合ということでまだやってないのは今津屋さんの竜ですね、はい、この方もかなり本田戦自体はやっていると自分で言うのもなんだけれども、本番対策は進んでいるはずだが、今のところよくキーケース、まあ、今その勝利を強くやるとしていた、これは勝利入りますね。ただこれ鬼の勝利に勝てるような体力ではないのかな、多分一発仕当たりして終わる体力になっているのでまだわからない。ハードと一気が行きますと1本目は有機本だ、あー2本目はあれ大事になっちゃった、あれなんとかこれ突きが当たりまくってるよ、また当たる、今さらないけれども勝利になった、さあ振ってしまった、そこから腰が振るかどうかな、あー球を高く振っている、チップがあるので、これ、ヒューの選択肢がある、おっ、見えた、これガードできないね、2本目は、先ほど、さあ、これで最後かな、おー、大勝利が入った、ここは波動で捉える、サードこれで1回、待って。謎の大キック空振り、しかし9時間もたまったし、最後は待ってましたとばかり大分式に勝利を当てて終了。はい、じゃあすいません、長丁場にわたる、シングルトーナメントと、東大戦プラス、エキシビションマッチ以上で終了となります。どうも長い時間、皆さんお疲れ様でした。では今日はプレイヤーさんいっぱいいらっしゃるので、今日 X 対戦が4枚フルで入れましたんで、残り、閉店まで1時間となりますが、ゆっくりお楽しみください。では以上、もちまして大会の方すべて終了とさせていただきます、ご参加誠にありがとうございました。
すいません、じゃあ、全て大丈夫ですね。で、一番右端の今大会やってた台の方ですが、こちらの方は配信台としてそのまま、閉店近くまで、配信となりますんで、ぜひ配信移りたい人とか、あと後から自分の動きちょっと見たい人とかもしいらっしゃいましたらね、あの配信台の方でやれば、あの今日お家帰ってからあのツイッチのログの方で見れますんで、ぜひご活用のほどよろしくお願いいたします。Round 3, fight!
いただいております。これちょっと個数でばら分けできないんで、ここに置いとくんで、あと皆さんでつまんでください。すみません、こちらからおせんべいいただいております。あの硬い方と柔らかい方あって、ラベルついてる方が硬い方だったんですか、こっちが硬い方だったということなんで、歯にちょっと、難所ある方はね、あのラベルついてない方を食べてください。大丈夫だよって人は、ね、ラベルついてる方、硬い方を食べてください。置いとくんで皆さん、進んでいっちゃってください。結構個数あるんで、あの1人もう4個5個くらいいっちゃっても多分大丈夫です。
you
Hong Kong!
win. Round 3, fight! Fight!
Fight!
ありがとうございました。